プクプク、プクプク、一服二服。おい。プクちゃん。耳のアレルギーはどっち？右です。違う、どっち？あ、プクプク。じゃあ、ニコの方は平気なんだ。平気です。だからさ、髪の毛切ってさ、風通しよくしてやればいいんだよ。 短くしたらいいんですかって言ったら、もうフードルというこの犬種垂れ耳の子たちはもう構造がそうなっちゃってるから、短くしても風通しよくしてもそんなに変わりはないって言われて。あ、そうなんだ。マジの。